今日は木曜日なんで観葉植物に水やりをします。1週間に1回の水やりで、2週間に1回ね、このね、これは肥料ですね。肥料、こういうやつですね。まあホームセンターとかに売ってるような肥料をこうちょっと上げます。軽くね、これを2週間に1回ぐらい上げておくと、まあまあいい感じにこう育つというところですね。よいしょ。ということで、いつものように水やりをこうしていきますね。よいしょ、映ってるかな。これですね、これで、あ、しまった、下をはめた。よいしょ。こうやってね、下からこう水がこう出てくる感じで、こうジャーッと出すんですね。こうやって水から、いつもの、まあ毎週言ってますけど、こう下からこう出てくるのをもう言ったらジャバジャバこう出てくるような状態でこう水をやっていくと。これね、冬がねよくわかんないんですけども、夏に向かってね、まあ秋ぐらいまでこういう感じでやってるとね、しっかりとこう観葉植物が育っていってるなというふうに思います。これはまあ、そういうお花屋さんにね聞いたやり方ですね、で一昨年かな、去年ぐらいからかな、こうやり始めてですね、これでこう葉っぱがすごくこう育ったという、ちょっと葉っぱ見せましょうか。こういう感じですね。こういう感じで、育っていって、これがね最初ほんまに一昨年ぐらいまでね、その、これも葉っぱ3枚ぐらい、せいぜい3枚ぐらいしかできなかったのがですね、今やっぱもう10枚ぐらいできてるし、で昨日前ね、ちょっとお客さんにもまあ言ってくれてはったんですけど、この部分ありますよ。この部分がこうなんていうの、茎みたいなのがもう木みたいになってきてるんですね。もうこの辺が木みたいになってて、こっち側ももう木みたいになってきてるんで、こうなるともう丈夫に育っていくなというところですね。なんで加えてね、このね器ある、下の器ね、植木鉢のこの鉢をね、もうちょっと大きくすると、もっとこう大きくなるんだろうなと。ただまあまあ自分の施術室にね、どこまで大きいものを置くかっていうとか難しいところですよね。これでもかなり大きいなと思って、最初買った頃はね、大きい植木鉢だなと思ったんですけども、今のこの育ち方からするとですね、ちょっと小さいかなと。もしかしたらもうちょっと大きいものに変えてもいいかなと、ちょっと考えたりはこうしているというところですね。でちょうど下からこう水やっても、上からこう水を与えて下から出るので、こう溢れない状態、これぐらいの量でこう水をやっていくっていう感じですね。でもうそろそろ一旦これを止めて、でもう一個の方のこちらの水やりをこうします。こちらの水やり、よし、これはね、こっちの、観葉植物は、今年に、もらったんかな、で去年からあったんかな、弟がくれた、観葉植物で、弟が父親かなんか母親かに渡して、でそこから僕が譲り受けて、いただいた観葉植物ということです。今ちょっとこう下からこう水が出てきているという状態ですね、まあこれを僕の場合やと、これを2回こう繰り返すということですね。1回これでだいぶ下からこう出てくる状態で、こう水分だいぶ与えてるんですけど、もう1回ぐらい与えますね。1週間に1遍しっかりとこう水を与えると。その代わり、6日間は全くこう水を与えない状態ですね。それが結局育つパターンなんのかなとこう思ったりはこうしているというところですね、まあまあ、これはもうこれから、夏の間ずっとやるし、2週間1週間に1回水やり、2週間に1回肥料をやるという形ですね、まあまあ、順調に育ってほしいのと、
ちょっとこっち側のね、この大きい方の観葉植物の鉢をもうちょっとでかくしてもいいけど、あんまでかすると、ちょっと大きくなりすぎるかなと思ったりもしてますね。うん、ということで、今週はこんな感じです。ありがとうございます。